回は呪術廻戦最新144話について話していきます。前回の143話では乙骨憂太が敵ではなく味方であることが判明、渋谷事変で自分がしてしまったことに苛まれる虎杖悠仁に乙骨は悪いのは君じゃないと声をかけました。それでも自分の過ちに苦しむ虎杖の前に伏黒恵美が現れ、虎杖へある頼み事をします。波紋範敏が仕組んだ呪術を与えられた者たちの殺し合い、死滅回遊に積み木も巻き込まれている。頼む虎杖、お前の力が必要だ。そして明かされた死滅回遊のルール、今回はその続きです。1、兄弟弟子への依頼と特急の策。伏黒からの依頼を聞いた虎杖の脳裏には祖父の和助の遺言が浮かびます。人を助けろ。少しの間考え込んだ虎杖は覚悟を決めたような表情をします。乙骨先輩、宿儺が伏黒で何かを企んでいる。渋谷であいつに体を取られたのは多分一度に指を10本も食わされたから。俺の中に今指は15本、残り5本全部一度に食わされても肉体は乗っ取られないと思う。それでももし次俺が宿儺と変わったら迷わず殺してくれ。先輩ならできると思う。渋谷事変のような宿儺の一般人虐殺を二度と起こさないために、万が一の時は自分を殺してくれ。虎杖から兄弟弟子である乙骨への依頼に対して、分かった、ベストを尽くすよ。乙骨は無表情で答えました。そして虎杖は伏黒の方を向き、何をすればいいか尋ねます。まずは後世に戻って天元様と接触する。獄門教の封印の解き方、鴨範敏の具体的な目的と今後の出方、死滅回遊は未曾有の呪術テロ、事態を収拾するにはこの2つの回答がマスト。この問いに答えられるのは天元様しかいないと思う。最悪の状況の打開策を知っている唯一の存在は謎に秘められた天元様でした。虎杖はあの人は宿儺さんは知らねえかなと話しますが、伏黒曰く天元様に対応策を尋ねること自体が宿儺の愛。そしてつくもは高専に潜伏していると語ります。潜伏という言葉に疑問を感じる虎杖、上層部と関わりたくないらしい。伏黒が答えます。黙ってやり取りを聞いていた乙骨はここで口を挟みました。それはこの策の問題点、問題は天元様の隠す結界なんだ。以前も少し言及されていましたが、天元様の結界は隠すことに力を入れています。乙骨曰くシャッフルが繰り返される1000以上の扉のうち一つだけが天元様のいる高専宮へとつながっている。高専宮とは過去編で善意統治と下等が戦った木々が生い茂る広い空間です。虎杖の質問と長宗の自信、肝心の天元様と会うのが難しい、考え込むように目を閉じていた虎杖ですが、ずっと気になっていた別のことでした。意を決したように目を開いた虎杖は伏黒に尋ねました。ごめん伏黒、やっぱ今聞くわ。釘崎はどうなった？ずっと気になっていた疑問、それは因縁の宿敵である真人により自分の目の前で頭が吹っ飛んだ釘崎のことでした。駆けつけた新田新の術式により心肺停止状態になっていましたが、逃走犯になっていた虎杖はその後の安否を知りません。伏黒は虎杖の質問に何も答えず、ただ目を伏せるだけでした。虎杖は伏黒の表情で全てを悟ります。虎杖はそれだけを言い、何かを受け止めたように左手を固く握りしめました。以前から疑問として存在していた釘崎の安否、生存の可能性が有力でしたが、今回の伏黒の様子的に釘崎のバラはなくなったということなのでしょうか。主要キャラの誰かが死亡するのは決まっていましたが、ここでまさか。伏黒は虎杖の問いに明言することなく目を伏せたので、生存しているが何らかの事情がある可能性も一応考えられます。例えば反転術式でも治せない植物人間状態になってしまったとか、これについてはまた別の動画でやります。その隠す結界とやらなんとかなるかもしれんぞ。伏黒の横から長宗が現れ、問題を解決する可能性を示します。長宗も乙骨によって虎杖と共に暗い室内に運び込まれていました。伏黒は長宗に驚き後ずさりしますが、虎杖はどういうことか尋ねます。以前マヒトが宿儺の指と受胎クソ図を盗み出しただろう。それと同じことをする。3、もう一人の特急と天魚呪縛。地下にある部屋に案内された虎杖たち、階段の先にある扉を開けると善意マキと宿儺ゆきの姿がありました。生存していることが判明したマキ、しかし顔には上後の攻撃によってできた激しい火傷の跡があり、髪もショートカットになっています。少し笑みを浮かべたつくもは虎杖に手を振り、久しぶりってわけでもねえかと小さく再会を喜びました。乙骨は慌てた様子でマキさんと駆け寄ります。もう動いていいの？以前と比べ容姿は変わりましたが、どっしりと構えているところは変わっていません。火傷は仕方ないさ、反転術式でも跡は残る。つくもはマキの倒さについて言及します。でもさすがは天陽呪縛のフィジカルギフテッド、最後の最後で呪いへの耐性ではなく嫌いの肉体の強度が生死を分けた。同志のことは残念だったね。
複雑な表情を浮かべてマキは答えます。しかしマキはすぐに話を本題に戻し、伏黒に話しかけます。伏黒が口ごもった瞬間、俺から話そうと長僧が説明を始めました。扉から厚生宮の途中には宝泉が呪具や呪物を保管している機構がある。機構には俺の弟たち濃乱僧、小王僧、炭僧、三僧、骨僧、小僧の亡骸がある。弟の亡骸を探知できる長僧だからできる方法に九十九は喜びます。ただここでマキがあることに気づきます。それはいいとして、こいつは誰だ。全員が長僧の方を見て流れる沈黙に虎杖が口を開けます。とりあえず俺の兄貴ってことで。その言葉に反応した長僧は嬉しそうに虎杖の名前を叫びます。虎杖はそれを無視するようにみんなを連れて部屋を出ようとしました。行こう。4、歪みの始まりと全知の存在。長僧はある扉を指さしてあれだと話します。間違いない、この先に弟たちが眠っている。開けるぞ。そう言ってゆっくりと扉を開けた虎杖は驚きの表情を浮かべます。枯れた木が無数に生えた森、森を僕に厚生宮へと続く昇降機があるんだ。つくもが促します。森の奥へと歩みを進めると機構があり、その前で長僧が立ち止まります。長僧、虎杖の声かけに分かってると返す長僧はシャッターに手を当て、後で迎えに来るとつぶやきました。その後昇降機で厚生宮へと降りていく6人。到着した先の床には血痕が広がっていました。何かあったのかな、疑問を抱く虎杖。つくもが口を開きます。11年も前の話さ。今思えば全ての歪みはあの時始まったのかもしれない。つくもの脳裏には全員当時の姿が蘇りますが、特にそれ以上は語らず、事情を知らない他の5人もつくもの真意を理解できませんでした。ついに本殿につながるトンネルまでたどり着いた6人。トンネルを抜けると何もない真っ白な世界が広がっていました。これが本殿。困惑する一同に向かってつくもが語ります。いや、私たちを拒絶しているのさ。天元はうつつに干渉しないが、陸眼を封印された今なら接触が可能だと踏んだんだが、拒絶されているのは私たちではなく私か。見通しが甘かった。頼みの綱が外れた伏黒も複雑な表情を浮かべます。乙骨が戻ろうと提案したその時、突然背後から声がします。声のする方向を振り返ると、そこには天元様が立っていました。はじめまして、全員の子、道真の地、樹大クソーズ、そして宿儺の器。謎に秘められた天元様がついに姿を現しました。結果的に天元様は現れましたけど、自分の予想が外れたと思ったつくもは、拒絶されているのは私たちではなく私か、見通しが甘かったと、その原因は自分にあると語っています。本殿に向かったのは6人。全員の子、道真の地、樹大クソーズ、そして宿儺の器と、5人に対しては歓迎の言葉を述べましたが、つくもだけ無視されています。以前つくもは、いい加減私も天元と向き合わなければいけないという旨を述べていました。天元様とつくもには何らかの問題があるのは間違いないようですね。考えられる原因としては、おそらくつくもの思想にまつわる何かだと思います。天元様は全員マキと伏黒のことを指して全員の子と話したと思ったんですけど、ただ伏黒には全員の血が流れていますけど、わざわざ2人まとめて言う必要もありませんよね。今回描かれた全員当時にまつわる床の結婚、歪みの始まり、もしかしたら天元様が歓迎の言葉を述べなかったのはつくもと伏黒なのかもしれません。天元様からしたら、宝星宮であんなことをしでかした男の子供を歓迎しないのは当然ちゃ当然ですよね。もし当たっていたら、伏黒は呪いの王である宿儺からは愛されており、全知の術師である天元様からは嫌われている特殊な存在になりますよね。今回は以上です。